皆さんこんにちは、運転手の翼です。本日もこちら一芸アプリ駅メモを使って鉄道の旅に出かけます。さて本日は都営浅草線の泉岳寺駅から出発します。駅メモ的に乗ったことのない路線を探したところ、全部の駅のうち半分くらい赤新駅の路線を見つけました。そうです、京浜急行です。意外とご存知ない方多いですよね。泉岳寺が起点なんです。まだ朝6時過ぎですが暑い。現在の合計駅数5189駅です。5200駅には行くでしょうけども、果たして合計何駅になるんでしょうかね。それでは駅メモで京浜急行制覇の旅行きましょう。反対のホームには置き換えが始まっている都営地下鉄浅草線の5300型が到着。しかし西馬込行きなので乗らずに、羽田空港行きの北総鉄道9100型シーフライヤーに乗車しましょう。由良駅港でも訪れた泉岳寺を出発し、品川、北品川、新馬場、青物横丁、鮫洲、立ち合川、大森海岸、平和島、大森町、梅屋敷、京急蒲田からは空港線、麹屋、大鳥居、穴守稲荷、天空橋、羽田空港国際線ターミナルを通りましたが、終点の羽田空港国内線ターミナルは近い駅なので GPS が届きません。終点の羽田空港国内線ターミナルに到着しました。しかし一飛びで西大井とか恵比寿とか、まあ何にせよ地上に行くしかないので、改札を出ましょう。ちょうど改札口を出たところで羽田空港国内線ターミナル駅チェックインできました。じゃあこちらの泉岳寺行きに乗りますけども、まさかまさかの同じ列車です。折り返しシーフライヤーで羽田空港国内線ターミナルを出発し、羽田空港国際線ターミナル、天空橋を過ぎると列車は地上に上がり、穴守稲荷、大鳥居、麹屋を通り途中の京急蒲田で乗り換えます。京急蒲田に到着しました。普通の浦賀行き来てますんで、こちら乗り換えます。京急蒲田からは京急本線に戻り、雑色6号土手を過ぎると神奈川県最初の駅、京急川崎です。途中の京急川崎に到着しました。さあここからは大師線に乗って終点の小島神殿を目指します。大師線といえばの車両、京急1500型に乗車しましょう。京急川崎からは1500型で港町、鈴木町、川崎大師、東門前を通りましたが、次の産業道路は近いけどので、またもや GPS が届かなくてチェックインできず、終点の小島神殿に到着してしまいました。終点の小島神殿駅到着しました。いや困りました、産業道路駅地下化工事されましたんで、産業道路駅だけ駅メモチェックインできませんでした。ひとまずもうすぐ折り返して、産業道路駅チェックイン目指します。産業道路駅で一旦途中下車します。しかもエスカレーターの向き逆ですね。あー階段かよ。改札階まで上り産業道路にチェックインし、京急大師線も制覇したところで、乗車する列車はやっぱり1500型。産業道路を後にして東門前、川崎大師、鈴木町、港町を通り京急川崎まで戻ってきました。折り返し京急川崎駅に戻ってきました。眩しい。ここからは新津市まで一本で行きます。エアポート急行新津市行きに乗って終点の新津市目指しましょう。到着した列車は京急に突如出現したステンレス車両の一線型です。ノーカットでお送りします。京急川崎を出発し、八丁縄手、鶴見市場、京急鶴見、花月園前、生麦、京急新小安、小安、神奈川新町、中木戸、神奈川、横浜、戸部、日の出町、小金町、南太田、井戸ヶ谷、愚明寺、上大岡、両部ヶ浦、杉田、京急富岡、農研大、金沢文庫、金沢八景からの逗子線は赤新駅、六浦、神武寺を通り終点の新逗子に到着して、京急逗子線も駅名も制覇です。
新寿司駅到着しました。あくまで駅メモが目的ですんで、そのまま折り返して金沢八景方面目指します。この次は金沢八景堀之内浦賀っていう順番で浦賀行きます。乗車する列車は同じ一線型のステンレスの車両ですね。新寿司からは同じ列車で神武寺、六浦を通り金沢八景で乗り換えて京急本線、おっぱま、京急田浦、安神塚、氷見、潮入、横須賀中央、県立大学、堀之内から先も京急本線で赤新駅、京急大津、馬堀海岸で5200駅を突破して終点の浦賀で京急本線も制覇しました。さあ浦賀駅に到着しました。降りたには降りたんですけども、普通に折り返します。実は京急本線って浦賀が終着なんですよね。快速急行三崎口行きが多いので終点を三崎口だっていう風に勘違いしてる方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。それでは全く同じ列車で堀之内目指します。あと一駅です。浦賀を出発し馬堀海岸、京急大津を通り堀之内で乗り換えます。堀之内まで戻ってきました。あとは海急で三崎口まで行けば京浜急行全駅制覇です。もうしばらく海急を待ちます。到着した京急600型は京成本線や北総線にも乗り入れることができます。いよいよラストスパート。堀之内からは京急久里浜線新大津、北久里浜、京急久里浜、 YRP のび、京急長沢、津久井浜、三浦海岸を通り終点の三崎口にて京浜急行全73駅コンプリートしました。ふう疲れた。到着しました終点の三崎口駅です。あれ三崎マグロ駅、へえ。さあ今回の駅メモの旅、皆様いかがでしたでしょうか。だいたい4時間ほどで京浜急行全駅制覇できますね。途中空港線と大師線にある地下駅、あれら地下駅がうまくチェックインできるかは皆さんのスマホ次第です。まあどうしても面倒くさかったらルートビュー使えばいいんですけどね。駅メモの合計駅数5206駅になりました。もうしばらくは5200駅台をうろうろするかもしれません。というわけで今回の駅メモで京浜急行制覇の動画、ちょっとでもほんのちょっとでも面白かったら高評価、コメント、そしてチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。言うてもまだ朝10時20分なんですよね。もう一つの路線制覇しに行こうかな。